はい、皆さんこんばんは、ヒロです。 H チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。はい、この間ね、購入しました。このソニーさんの DSC-RX100M5。オートフォーカスのね、スピードも、まあ、正確さもかなり優秀ですし、まあ、手ブレ補正なんかもね、かなり優秀で。で、まあ、画質がやっぱり綺麗ですね。なかなかね、高性能なカメラなんですけども、ただですね、まあ、お値段は結構まあするんですけども、タイムラプス機能っていうのが、入ってないんですよ。タイムラプスっていうのはまあ皆さんご存知かなと思うんですけど、よくね、あのテレビなんかで、例えばそうですね、あの雲がこうコマ送りで流れていくんであったりだとか、あの夜空のね、星がこうだんだんこう動いていくんであったりだとか、まあそういう風なのね、見たことがあるかなと思うんですけども、タイムラプスってまあどういうもんですかって言いますと、連続写真を撮って、それをね、それをまあ連続で見せて一つの動画みたいに見せる。ただその一枚一枚のね、一コマ一コマが、写真なんで、すごくまあ映像が綺麗だっていうのが、まあタイムラプス動画になるんですけども。で、標準でね、これがついていません。このソニーさんの、DSC-RX100M5。後からアプリをね、インストールすることができるんですよね。アプリの機能がね、まあいろいろありますんで、またね、あのソニーさんのね、ホームページをね、ご覧いただければわかるかなと思うんですけども、まあその中にですね、タイムラプスを撮るためのアプリというのがありまして、で、そちらの方、まあ、有料なんですけどね、1000円ちょっとだったと思うんですけども、そちらの方を入れてですね、まあ、私今までタイムラプス動画っていうものを、まあ、撮ったことがなかったというか、まああんまりね、意識してなかったんですけども、まあちょっとなんかこう面白そうだなと思ったんで、撮りに行ってきました。はい。で、一応ですね、今回のね、タイムラプス動画を撮った、まあ、設定もね、ご説明しておこうかなと思います。まずですね、電源を入れまして、まあ、もうすでにね、アプリは入ってる状態なんですけども、まあ、今回はね、オートモードで撮ってます。はい。まずメニューを押しまして、はい、このね、アプリ一覧っていうところがね、あるかなと思うんですけども、こちらをね、選んでいただいてですね、で、こっちにタイムラプスっていうのがありますので、こちらを設定していただくと。はい、タイムラプスが起動しますと。で、こっちにね、あの、テーマセレクションというのがありまして、これ、オートの時だと、まあ、こちらの方をね、選んでいただけるということで、で、カメラのね、モードがね、オートじゃない場合は、このね、一番下にこのカスタムというのがありまして、まあ今はちょっと、あの、使えないんですけど、一応ちょっと決定してみましょう。はい、現在の撮影モードでは、無効ですと。PASM モードのいずれかにしてくださいという、まあ、メッセージが出ますので、アプリを終了しまして、はい、じゃあもう一度、はい、アプリ一覧のタイムラプス機能で、ちょっと失敗しました。はい、こちらでね、シーンによって、まあ、いろいろとね、選んでいただくこともできますし、マニュアルでの設定もできますと。決めちゃうと。はい。決定します。はい、これでね、設定完了で、あとはですね、この、シャッターボタンですね。ここにある、シャッターボタンを押していただければ、はい、こうやってね、タイムラプスが撮れ始めると。今回ちょっと止めておきましょう。はい、今回の撮影で使ったモードが、このナイトスカイモード。はい、こちらの方で、タイムラプス動画の方をね、撮ってみました。で、一応ですね、見方としましては、30秒に1枚、写真を撮って、それが240枚撮りますよと。
で、こっちにかかる時間ですね、1時間59分30秒なので、まあもっとね、あの短い時間でなると思ったら、例えばこれなんかだとナイトシーンだと、これ3秒に1枚写真を撮りますよ。で240枚ですよ。でかかる時間は11分57秒ですよっていうようなことが書いてありますので、こちらの方をね、参考にいただければなと思います。早速そのタイムラプス画像をご覧ください。いかがだったでしょうか。ソニーさんのね、DSC-RX100M5 で撮ったタイムラプス動画っていうのをご覧いただきました。あのね、ちょっと場所をね、探すのに結構時間がかかりまして、いざね、撮り始めたら、あのね、観覧車のね、あの、もう観覧車のあの、電気が、あれ、9時で消えんのかな？ちょっと時間ね、ちゃんと見てなかったんで、分かってなかったんですけど、途中でパッと消えちゃって、あって思ったんですけど、なんか、操作もね、私、いまいちちょっとよく分かってなかったんで、これ途中で止めてね、今までのね、撮った分が、なんか、なくなったら嫌だなって思って、まあ、結局ね、まあ、最後まで撮ったんですけども、またね、このタイムラプス動画につきましては、ちょっと面白いですよね、ね。家庭用のね、撮影機器で、あ、こんなことができるんだって思ってたんですけども、まあ私ね、正直そのカメラってそんなに詳しくないんで。で、まあいろいろね、調べてみたら、自分がね、持ってるもうカメラ、今大体そのカメラにはこのタイムラプス機能っていうのが、ついてるみたいですんでね、もしね、あなたがね、持ってる、カメラにもタイムラプス機能っていうのが、ついているのであれば、一度ね、挑戦されてもいいのではないかなと思います。はい。本日の動画の情報が役に立ったなとか、面白かったなと思った方は、高評価を。そして、よろしければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい。あとね、私に、まあ、こういうことやってくださいっていうリクエストであったりだとか、質問なんかがありましたら、下のコメント欄にね、書き込んでいただければ、タイムラグは出るかもしれませんけども、後から見せていただいて、お返事させていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。それでは、本日も動画のご視聴、誠にありがとうございました。